ベンティには勝ってほしい。いやー、七神はトップクラスでの強さなんじゃないの。どうなんだろう。なんか原神のさ、ストーリーのさ、第一章って結構地味に大事な設定がちまちまあったりしてさ、なんか神の強さって信仰になんか比例するらしい。なんかウェンティがそんなこと言ってた。だから勝利先生が強いのもなんかガンオーテイ君ガンオーテイ君ガンオーテイ君って言ってくれる人が多いからなんかなって。ウェンティってどうなん、信仰度合いは。勝利ほどじゃないけど、でもあれだよな、教会があるぐらいだからまあまああるのかって考えたら、ナヒーダがあんま強くないのもわかる気がするんだよね。よいしょ、東方と同じ設定だな。東方と一緒やな、そこは。信仰が欲しい、信仰が欲しい。ウェンティは弱いよ。いや、そう、ウェンティが弱いかって言われたら、まあどうなん、地形をテイバットの地形変えちゃうぐらいウェンティ強いから、んなことないと思うけどね。ウェンティは、あ、そっか、ウェンティ自分で最弱って言ってたな、それは。ナヒーダより強くね。それかあれか、マハールデ・バカータだっけ。そっちと比べてんのかもしれんけど。うん、宿女にやられたやん。いや、ウェンティが宿女にやられたのは、あれは、なんでな。あれマジでわからないんだけど。ライデン将軍だったら普通にワンパンだったじゃんね。うん、ちょっとまだ理由がわかってない。